を囲い込むビジネスの強さというのが改めて明らかになりました。9億ドルあります。なのでそんなに見て聞くだけでわかる経済ニュース、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真也です。東洋経済オンライン編集部長の竹正秀明です。今日はコストコが年4840円の会費を取る本質的な理由というテーマでお送りいたします。調達・購買業務コンサルタント、講演家の坂口孝則さんが東洋経済オンラインに寄せてくれたリポートをもとにお届けいたします。竹正さん、はい、コストコといえば郊外のロードサイドに巨大な店舗を構えている小売チェーンですよね。そうですね。週末になると大勢の方が車で買い物を仕掛けていますね、はい、私もたまにコストコに行くんですが、まあ、店によってはコストコ渋滞とでも言ったり、ね、コストコに入るたら車が熱を出している光景というのは何度も見たことがありますね、はい、テレビ番組でもよくコストコの特集をやっていますよね、うん、ボリュームがあって美味しそうな食材、そしてお惣菜など魅力的な商品がたくさんあるという印象です、はい、絵的に入るものですね。取材とか見せ方というのはとてもテレビにかなわないので、はい、今日はそんなコストコのビジネスモデルの秘密に迫りたいと思います。コストコは正式にはコストコホールセールという名称なんですね、うん、日本国内には2021年4月1日時点で28店を構える会員制の小売チェーンです。12カ国で計806店を展開するグローバル企業でもあります。コストコの会員は年会費を払って買い物をするんですよね。はい、まあ、世界各国で金額には差がありますが、日本だと4種類あります、はい、それぞれ紹介しましょう、はい、まず個人会員のゴールドスター、これが4840円、からエグゼクティブゴールドスター9900円で、法人会員のビジネスですね、これが4235円、エグゼクティブビジネス9900円ですね。それぞれ特典が異なります、まあ、詳しくはコストコのホームページをご覧いただきたいんですけれども、はい、竹本さんは、まあ、私は個人会員のゴールドスターですね、はい、多分この動画をご覧になっている方も個人会員のゴールドスターが一番多いと思うんですけども、でそして会員の継続率ですね、これは 90% ほどだということなんですね。いわゆるサブスクリプションサービスですね。はい、まあ、コストコはですね、小売チェーンでありますが、基本的に会員に向けたサービスを提供する囲い込み型のビジネスというのが特徴になるんですね、うん、コストコの2021年ですね、上期決算を見るとこの囲い込みビジネスの強さというのが改めて明らかになりました。第2四半期はですね、売上高が439億ドルと日本円に直して、約4兆7400億円となりました。結構大きいですね、はい、前提から結構伸びているんですが、まあ、この伸びというよりは注目していただきたいのはこの収益構造なんですね、具体的な例をこうしてみると、日本円に直すとややこしいんで全てドルでお話しますけどね、はい、数字は一部概算ですがご了承ください。売上高439億ドルに対する商品の仕入れ額は391億ドルです。そして販売費及び一般管理費は43億ドルになりますね。439-391-43 とすると、うんうん、残るのは5億ドルですね、うん、これが利益になるんですか。ここでね、年会費収入が出てくるんですよね、はい、9億ドルがあります。なのでそんなに本業の儲けとなる営業利益の相当額は5億ドルではなくて14億ドルになるわけなんですよね。だとすると儲けの3分の2は年会費収入で賄っているということですね。そうなんです、その通りです。コストコのビジネスモデルはですね、お客さんを囲い込んで良質な商品を提供することになるわけですね、はい、コストコにはフードコートがあって安くてボリューミーなメニューが揃っていますよね、うん、またガソリンスタンドを併設していて燃料も安く入れられます。まあ、そうした付帯するサービスも囲い込みの一環であるんですね、うん、極端な話、はい、実際の商品自体は DD の原価で販売したって構わないわけなんです。売上高に対するですね、商品仕入れ額っていうのは原価率ありますけれども、約 90% なんですよね。商品販売だけだと儲けがそんなに出ない、うん、そうなんですよ。一般的な小売業の原価率というのが 50-75% 程度と言われますので、いかにお客さんに還元しているかということですよね。そうですね。とは
いえ一度来店したお客さんをリピーターにさせるためには安さだけではなくて商品そのものの良さも必要になりますよね。そうですね、安かろう悪かろうじゃ困りますので、ね、そこも抜かりはありません。コストコはあれほど大きな店舗ですが、はい、極めて少ない商品に絞り込んでいっているんです。実は年度によってばらつきあるんですが、コストコの商品数は実は4000程度しかないと言われているんですね。4000、うん、それは少ないんですか。コンビニがですね、はい、3000から3500って言われますので、コストコはあれだけ大きな店なのに大差がないわけですね。実際行ってみると、はい、スーパーみたいに1ジャンルでいろんな商品が、ね、メーカーが並んでるっていう感じはしないですよね、うん。商品を絞り込む意味は、メーカーやブランドとの結びつきが強化されますね。バイヤーがしっかりと確認した品質のいい商品に陳列できて、はい、一品あたりの取引額が多くなるから安価に仕入れられると、つまりバイングパワーとかサプライヤーとかの結びつきが強くなるので、商品回数とか納期の調整なんかにも有利になるんですね。だからコストコ楽しんでもらって次の年も会員に継続してもらえば年会収入を得られるので、はい、それが安定した利益に直結していくっていうモデルになってるんですね。昨今は小売チェーンでもネットを使った EC、うん、つまり電子商取引に力を入れているところは少なくないですが、コストコはいかがでしょう。コストコも EC は拡大しているんですね。ただ EC を利用するためにはコストコの会員登録が必要になります。すでに店舗に来てくれている既存のお客さんのサービスレベルを上げるために EC が活用されていると考えた方がいいでしょうね。会員制度の会員収入で儲ければいい。そのためには商品やサービスの魅力を徹底的に高めるのが先決っていうビジネスモデルになっているんですが、まあ、これはさまざまな可能性を感じさせてくれますよね。ここで今日の主なポイントを3つご紹介いたしましょう。1、コストコは会員制の小売チェーン。会員に払ってもらっている年会費こそが利益の源泉です。2、コストコの原価率は約 90%。商品の販売そのものではあまり利益が出ないくらいお客さんへ徹底的に還元しています。3、魅力のある商品や付帯サービスを揃えて会員収入を安定的に獲得できればいいコストコの正体は、会員収入を主な利益源とする囲い込みビジネスなのです。ということで今日はコストコが年4840円の会費を取る本質的な理由というテーマでお送りいたしました。ぜひコメントといいねボタンをお願いいたします。スタッフも全部目を通しております。もっと詳しい内容をお知りになりたい方は概要欄のリンクをぜひチェックしてみてください。